どうされました？俺のサンダルがエスカレーターに挟まれちまって。怪我はないですか？あ、大丈夫っす。他に怪我された方はいませんか？急に止まったのでバランスを崩してこけちゃったんですよ。頭を打ったんですか？はい、ちょっとめまいが。すぐに救急車を呼びますね。お客様、ちょっと待ってください。なんすか？あとは頼みますよ。なんでサンダルが挟まれたんですか？ちょっとぼーっとしてて。ながらスマホをしてて足元を見てなかったんですよね。ちげえし。防犯カメラで確認しますよ。別にいじってよがよくないっすか？甘く考えんなよ。え？海外では足元を引き込まれて死んじまって人だっているんだぞ。そんな。普段使う分には便利なエスカレーターも使い方を間違えたら恐ろしい殺戮マシンになっちまうんだよ。難しいことは言わない。これだけは言わせてくれ。足元を見ろ。はい。なんだよ、なんだよ、なんですか？あとは任せましたよ。なんすか、なんすか？あとは任せましたよ。急に止まったので、急に止まったので、どうされました？どうされました？マシンになっちゃうんで、だから難しいことは言わない。これだけは守ってくれ。